あ、動き出した。初めてのプリントうまくいってほしいな。フラッシュフォージから新しく発売された新型の 3D プリンターアドベンチャー 3X、 これを開けていきます。箱の側面こうです。パーソナル 3D プリンターアドベンチャー 3X、 これは日本限定のモデルになってるみたい。カラーはブラックですね。アドベンチャー3は以前に開封してレビューしてます。で、このアドベンチャー 3X はアドベンチャー3の機能に加えて金属造形も可能になってるということですね。すごいね。とりあえず箱から出します。そこそこ重量はあるんで、一回箱を寝かしてそこから開けた方が良さそう。そこを開いてから、そして箱をもう一回立てて上に引き抜く。いきます。オープン。よっ。おお、プチプチも黒いね。とりあえずこれがアドベンチャー3本体。こんなに黒いプチプチが存在していることがびっくり。そして、おお、こうですね。アドベンチャー3はこの筐体が白なんですけど、 3X は真っ黒や。よっ。そこまで重くないんで箱の上から開けてもいいんですけど、どんなタイミングで腰を言わすかわからないんで。よっ。はい、出ました。これがアドベンチャー 3X ですね。外観は本当にアドベンチャー3の色違いよね。先に表面のペリペリ関係を剥がします。あと中にも梱包材が入ってます。これはどうやって外すのかな。電源入れないと取れないかも。ちょっと後で見るか。スッと。あと付属品も見ていきます。これは本体の上部にはまってた梱包用のスポンジですね。この部分にいろいろ埋め込まれてます。出しながら見ていきましょう。まずこれが PLA のフィラメントね。直径 1.75mm の PLA フィラメント。色はライトグレーで 500g ですね。アドベンチャー3に付属してたのはクリアオレンジっぽいフィラメントやったんですけど、ライトグレーは結構汎用性あって使えそうですよね。あとここに入ってるのは、これはスティックのりかな。はい、これね、多分スティックのりかな。おっと。造形中に造形物がプラットフォームから剥がれるっていうことが稀にあるんで、それを防ぐためにあらかじめプラットフォームにのりを塗っておくっていうティップスは割と有名なんですけど、それ用に元からのりが入ってるんかな。そしてここに入ってるのは、これはカード型の USB かな。じゃっと。あ、すごい、かっこいい。これかっこいいな。かっこいいけど、で、裏側はこうですね。あとは電源のコードと、そしてプラットフォームですね。で、このアドベンチャー 3X は金属造形もできるということで、通常のプラットフォームとカーボンタイプのプラットフォームが付属してます。多分この本体の中にカーボンのプラットフォームがもうついてんのかな。すごいね、付属品もかなりバージョンアップしてますよね。で、ここに入ってるのが、あ、これは交換用のノズル。はい、こうですね。で、ノズルも直径が 0.3mm のものと 0.4mm のものが付属してます。これを交換して使い分けれるってことですね。よいしょ。はい、出ました。フラッシュフォージのマークが入ってますね。多分これが 0.3 のノズルかな。で、ノズルの交換も以前に動画にしてるんですけど、本当に引き抜いて取り付けるだけ。多分今本体にデフォルトで付いてるのが 0.4mm のものかな。あとこれがファンに取り付けるフィルターのパーツかな。はい、寄ってみるとこうで、フィルターが付いてるパーツになりますね。ほう。あと黒い袋も入ってます。この中に入ってんのはクイックスタートガイドですね。あ、でもアドベンチャー3のものが付属してる。まあ、基本的にアドベンチャー3と一緒なんで、セットアップ関係も一緒だと思いますけど、さらに黒い袋が入ってる。これの中には、あ、なるほど、ツール関係ですね。グリスと六角とドライバーとフィラメント押し出すやつね。はい、以上付属品でした。あと梱包材残しはちょっと気になるんで、先に電源を入れて外します。各部は後でもう一回見ます。いきます。電源ケーブルつないでスイッチ入れる。すると、あ、アドベンチャー 3X が出ますね。で、ローディングがぐるぐるなってます。で、操作関係は全てタッチパネルですね。ペロッと。ツールからセッティング、ここでランゲージの設定ができます。ピッ。で、日本語対応もしてるんですけど、日本語はなぜかノーになってるんで、ノーをタップ、ピッ。これで戻れば全て日本語表示に変わります。で、さらに設定から移動、これで Z 軸を上に上げます。するとこのね、ヘッド部分が上に上がります。ほんじゃこのスポンジが取れるんやと思われる。
無理やり外すよりもこうした方がいいと思われます。これでスッと梱包材が外れますね。さらに何か入ってましたね。これは中にはカーボンプラットフォームの説明書がありますね。あ、なるほど、カーボンプラットフォームでは絶対にノリがいるんや。へえ。あとフラッシュプリントの設定画面もあります。そしてこの部分がアドベンチャー 3X に搭載されたカーボンのプラットフォームね。手前を押して引き出すことで交換できます。あ、かっこいいな。あ、カーボンや。やっぱり軽いね。裏側はこうですね。なるほどね。はい、順番が行ったり来たりしますけど、とりあえず開封できましたね。各部アドベンチャー3とほぼ一緒なんですが、一応外観も見てみます。本体サイズは幅が 388mm、 奥行きが 340mm、 高さが 405mm で、重さが 9kg になってます。これもアドベンチャー3と同じですね。そして前面はタッチパネルと USB 端子があります。で、ここが扉ね。扉は磁石でパチッと閉まります。こうです。あとさっきも見ましたが、ここがプラットフォームです。造形エリアは 150×150×150mm。 このヘッドの部分に LED がついてて、電源を入れるとライトがつきます。一回つけてみるか。はい、ライトつきましたね。こうです。アドベンチャー3よりも暗く感じますけど、多分ボディが黒いからかな。あとプラットフォームはヒートベッド機能搭載ということで、100度まで加熱することができますね。で、カーボンプラットフォームとこの軟質プラットフォームは取り替えることができます。ギュッと。アドベンチャー3にはこの軟質プラットフォームがついてますけど、これがかなり使いやすくて、このプラットフォーム自体が曲がるんで、造形物がすごい取り出しやすいんですよね。今回はこのカーボンプラットフォームで造形テストしてみます。あと本体内部には小さいカメラがついてて、遠隔で進行状況を確認することができます。アドベンチャー3にも同じ機能ついてるんですが、正直僕はこの機能使ったことないです。あと本体側面には電源端子と電源スイッチで、本体背面には USB 端子がついてます。あとこの付属のフィルターはこの天井のここやね、この部分に引っ付けるみたい。これどうやって取り付けるんやろ。なんか付属の六角が合わないんですよね。あ、なるほど、これ磁石なんや。ここにペチャッと貼り付けるんですね。そして本体側面、ここがフィラメントホルダーですね。パカッと外れます。で、フィラメントは自動検知機能があって、造形途中でフィラメントが切れた場合はそこで一時停止されて、フィラメントを継ぎ足しで使えるみたいですね。あ、でもなんかここのフィラメントのはめる径が大きくなってる気がするな。はい、これアドベンチャー3のフィラメントホルダー。やっぱりここの径が変わってますね。アドベンチャー3よりもアドベンチャー 3X の方が太くなってる。本体にフィラメントを収納できるのはコンパクトに扱えていいんですが、デメリットもあって、社外品のフィラメントが使えないんですよね。使えないというか、物理的にリールがここに入らないんで、僕がよくやってるのは、ここに、これね、割り箸をぶち込んで、ここに社外品フィラメントをかけてます。ただ、全然スマートじゃないんで、本当はこのフィラメントリールを引っ掛けれるパーツを作れるマシーンがあったらいいんですけどね。はい、アドベンチャー3とアドベンチャー 3X を並べるとこうですね。見た目は本当に色違い。あとヘッドも若干改良されてますね。よし、じゃあもう一回電源入れて、パチッと。そして側面に付属のフィラメントを取り付けます。フィラメントは中央にこのアタッチメントっていうのかな、このパーツがついてるんで、これを外す。この中央パーツをつけた状態だと、アドベンチャー3にもフィラメント設置することができます。側面にガチャッとはめる。あとは先っちょを矢印の方向に差し込んであげる。あとはね、画面から操作、樹脂交換選択して、で押し出しやね。ピッするとヘッドが加熱されます。で、この温度ね、温度表示を見てほしいんですけど、アドベンチャー3もそうですが、この機種のヘッド加熱速度がめっちゃ速いんですよね。もう100度ですからね、やばない。するとフィラメントが自動的に引き込まれていきます。そしてヘッドからフィラメントが出てきたら、確認ボタンピッ、これでフィラメントの設置完了です。あと次、構成作業なんですけど、ツールから、設定、そして構成をタップします。するとこのヘッドが動いて、プラットフォームとヘッドの隙間、これを手動で調整します。これでヘッドの上下の矢印が出るんで、プラットフォームとヘッドの隙間にだいたいコピー用紙2枚分ぐらいの隙間を作って調整する。
コピー用紙2枚を挟んでるけども紙が動く状態、まあ、よう分からんけどね、まあ、これで確認ピッ。これで基本的なセットアップは完了やね。はい、やっと造形やね。で、基本的に造形はアドベンチャー3とほぼ一緒です。ただ唯一違うのはこのアドベンチャー 3X は金属フィラメントでの造形も可能っていうことです。本当はこの動画で金属造形やりたかったんですけど、まだ金属フィラメントが入ってきてないということで、今回は通常フィラメントをこのカーボンプラットフォームで造形します。あと金属フィラメントの造形は脱脂と焼結っていう工程が必要になるんですけど、それは自宅ではできないんですよね。フラッシュフォージのサービスを利用する必要があります。家では金属フィラメントで造形して、それを多分送るのかな、で脱脂焼結されたものを送ってもらうみたいな感じになるのかな。そこはちょっとまだわからないんですけど、とりあえず金属フィラメントが届いたらそのサービスの一連の流れも動画にしていきます。カーボンプラットフォームでの造形が初めてなんで使い勝手を知りたいんですよね。シュッと。で、説明書にもあったように造形中に剥がれやすいみたいなんで付属のノリも塗ってみます。で、この糊もどれだけの効果があるのか知りたいんで、この半分に糊を塗ってどう違うのかっていうのを試しながら造形テストしてみよう。では糊を均一に塗りましょう。アドベンチャー3での造形の時も僕は糊使ってたんで初めてやる作業ではないんですけどね。はい、塗った。そして戻す。これで右半分左半分で1個ずつ造形してみよう。そしてデータをスライスしていきます。今開いてるのがアドベンチャー 3X 用のスライサー、フラッシュ X プリントですね。これは付属のカード型の USB に同梱されてるんでインストールして開いてます。フラッシュプリントと基本的に一緒なんですけど、何が違うのかというと、スライス画面からここですね、樹脂の種類選択のところでデフォルトでノズル径が 0.3mm の PLA のプリセットが入ってます。その他バージョンアップで金属フィラメント用のプリセットも登録されるということですね。それ以外はフラッシュプリントとほぼ一緒。 STL ファイルを読み込んで位置を変えたり、これね、向きを変えたりで、スケールを変えたり、まあ、こういうことができる。細かい部分に関しては今回は見ないですが、ここで書き出しの設定をするということですね。で、今謎のパーツが2個並んでますけど、今回はこれを造形してみます。正直造形テストは適当なんで細かいことを言うつもりはなくて、あくまでファーストインプレッションっていう感じで見てください。で、この造形物はサポート材が必要ないですけど、もちろんサポートの設定もできます。ではスライスからこれですね、 PLA を選択して、そして、まあ、サポートないですけど有効、ラフトも有効にしておきます。で、解像度は標準で、細かいところはいじらずにこのまま OK で書き出しましょう。でもこれ GX になるから多分フラッシュプリントと同じやと思うんですけどね。はい、するとスライスできましたね。うん。で、左のレイヤーを見てみると21レイヤーか。この状態からビューっとできていくっていうことやね。あんまり面白くない形ですけど。で、2個で34分か。そして書き出したデータを本体に入れます。で、データ転送は有線でもいけるし、無線でもいけるのかな。僕はいつも USB を使ってます。で、プリントをタップして、で USB のマークをタップ、ピッ。これで任意のデータを選択します。ピッ。これで駆動します。で、この機種のすごいところはめちゃくちゃ静かなんですよね。従来の機種やと結構ファンがうるさくて夜はちょっと動かせないみたいなものが多かったんですけど、これは全然使えます。今ヘッドの温度が上がってます。で、造形中はこの右のボタンをタップすることでライトのオンオフとかも設定できます。あ、動き出した。初めてのプリントうまくいってほしいな。今ラフトを造形してますね。見た感じ問題なく造形はされてますね。で、この音が静かなの分かるかな。前を閉めるともう一段階音が静かになります。うん。はい、ラフトの再加工を作り終えて本格的に動き出しましたね。これでそこそこ音は鳴ってる状態ですね。まあ、駆動音はまあまあしますけど、それでも静かやね。はい、終わりましたね。30分ちょっとで造形できました。うん。はい、これが取り出したプラットフォームですね。糊を塗った方と塗ってない方、まあ、どっちもうまくできてますね。平たい造形物って反りやすいんで造形中に剥がれやすいんですけど、特別糊を塗ってなくても剥がれてはなさそう。まあ、これは造形物の形状によると思うんで、糊は塗っておく方が無難やとは思いますけど、こうね。もうちょっと寄ってみるとこうです。あ、かわいいね。ちゃんとできてるわ。僕このミニチュアとかジオラマのパーツ作るの好きなんですよね。
もっと追い込んで造形はできますけど、デフォルトでもちゃんと出ますよね。かわいい。裏から水をかけてもいいみたいなんですが、このまま冷まします。まあ、スクレーパーかなんかで剥がしてあげる。気持ちいい。あ、ちゃんと剥がれますね。こっち側は、あ、確かに糊を貼ってる方が密着してる気がするな。で、糊を塗った面は水洗いしてきれいにしてあげるっていうことやね。そしてオブジェクトはこうですね。まあ、これを見せられても何も伝わらないと思いますけど、とりあえずファーストプリントはできました。あと、このプラットフォームは前後に移動するレールが左側についてるんですよね。だからプラットフォームにかかるテンションが右側と左側で若干異なるような気がするんですよね。これアドベンチャー3を使ってる時も思ってたんですけど、でもラフトをつけることでそのテンションが均一になるような気がするんで、ラフト付きで造形してあげた方がいいような気がする。気がするだけですけど。あと、一応従来のフラッシュプリントで書き出したデータでも造形を試してみてます。同じ GX ファイルなんで問題なく動いてますね。うん、多分フラッシュプリントでのスライスでも大丈夫。はい、というわけでフラッシュフォージの新型 3D プリンターアドベンチャー 3X、 これを開封して造形まで試してみましたね。正直僕のテストプリントでは良さを 100% 伝えることって難しいんですけど、人気機種の後継機っていうことやね。まあ、個人的には静かなのが一番いいなと思うんですけど、あとはこの機種の目玉でもある金属造形ね。これは今回試せてないんで、金属フィラメントが届き次第試してみます。製品の詳細は動画下の説明欄にリンクを載せておきます。気になった方はぜひチェックしてみてください。終わり。それではまた次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録できるんでよろしくお願いします。ではさよなら。